サンクチュアリは立憲民主党の派閥、議員グループ。2020年9月の新立憲民主党への合流までは旧立憲民主党のグループとして活動していた。通称赤松グループ。もともと赤松弘高の主催する勉強会として発足し、野田義彦内閣総理大臣の民主党代表人気満了を受けた2012年9月の代表選において、 グループとして政策を提言、赤松を擁立したことにより事実上政策グループ化した。三口ありの名称は止まり木を意味する。リベラル系、労組系議員を中心とし、新政局懇談会に代わって旧社会党系グループとも呼ばれていた。民主党が政権を獲得する前から赤松博隆の主催する勉強会として存在していた。 2012年9月の代表選では8月27日に原発ゼロの早期確立 TPP への慎重対応集団的自衛権の行使容認反対などを内容とする政策提言私たちが考える日本の民主主義のために民主党が進むべき道を発表し8月31日の会合で赤松の擁立も視野にカえダ万里を本部長とする 戦隊本部の設置を決定した。最終的にグループ代表の赤松自ら出馬したが、再選を目指す野田義彦が圧勝した。代表選後の内閣改造ではグループからの入閣はなく、党役員人事では、越石安ー・が幹事長に留任、赤松が東北代表に就任した。12月の第46回衆議院議員総選挙では、大阪政治、 山花育夫など多くのメンバーが落選したが、12月の代表選でグループから海江田が出馬、当選し、主流派となった。国会の役職では赤松が衆議院副議長に、2013年7月の第23回参議院議員通常選挙後に、越石氏が参議院副議長に就任した。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙後に、 行われた2015年1月の代表選では、グループとして長妻明を支持したが、長妻一1回目の投票で3位に終わった。細野武士対岡田克也の決選投票では、臨時党大会前夜に赤松と岡田が、集団的自衛権や原発再稼働問題について、詰めの協議を行ったことを背景に、グループとして岡田の支持に回り、キャスティングボートを握って、 岡田を当選に導いた。このため、代表選後の党役員人事では、枝野幸男が幹事長に留任するなど、リベラル系への配慮がなされた。2016年3月に民進党が結成され、7月の第24回参議院、議員通常を選挙後に行われた9月の代表選では、グループとしていち早く、連邦支持を表明したが、連邦が当選すると、 代表選後の党役員人事における礼遇や野田元首相の幹事長起用に反発し、非主流派となった。2017年9月の代表選では、8月2日にグループとして枝野を支持する方針を確認し、8月8日の枝野の出馬表明に際して改めて支持を決定した。選挙戦では、自治郎など観光楼にパイプを持つ赤松が枝野と一緒に労組を暗揚し、 幹部への挨拶回りをするなどの支援を行ったほか、近藤が枝野陣営の選対事務総長に就任した。枝野は前原政治に敗れたが、代表戦後の党役員人事で代表代行に就任し、赤松も党顧問に就任した。9月27日午後,後、前原が民進党を希望の党に事実上合流させる意向であることが報じられると、枝野を招いて、 緊急会合を開き、第48回衆議院議員総選挙において、民進党は公認候補を擁立せず希望の投稿人か、無所属での出馬となることや、前原は無所属で出馬することが報告され、グループからは驚きや反発の声が相次いだ。9月28日午前に再び会合を開いて、対応を協議した後、赤松は正直困惑している。 僕らは憲法9条改悪反対だと述べる一方、与党と1対1の勝負に持ち込み、政権選択の選挙にすることは否定しないと述べて、一定の理解を示したが、希望の党代表の小池百合子東京都知事は、公認条件について、極めてリアルな安全保障政策について来られるか、どうかを挙げ、民進党内の旧社会党出身者やリベラル系については、そういう方は、 そもそも来られないんじゃないでしょうかと述べており、グループ内には危機感が広がった。同日午後に両院幻想会で前原の提案が了承された後、近藤はサンクチュアリーとしては、昨日の夕方と今朝にやって、党として一体としてやっていくことが大事だという、了解はしていると述べ、同日夜の会合では、グループとしても、党の方針に従いメンバー全員とも希望の党に、 公認申請する方向となった。しかし、9月29日に小池がリベラル派は排除すると明言したことを受け、メンバーの大阪が無所属での出馬を表明し、赤松が新党結成に言及した。10月2日に江田野が立憲民主党の結成を表明すると、赤松のほかグループに所属していた海江田や山花などの元衆議院議員。 グループ所属の参議院議員らも合流する見通しと報じられた。10月の第48回衆議院議員総選挙では立憲民主党で最高顧問に就任した赤松や副代表に就任した近藤を中心に日教祖、自治労党出身の観光労系議員を多数要するようになり約30人が所属する最大規模勢力となった。また選挙後は残存する。 参議院民進党のリベラル系議員に対する影響力や立憲民主党への引き抜きの動きが報じられた。第百九十五回国会では赤松が衆議院副議長に再当番し立憲民主党最高顧問を退任した。二千十八年五月七日の国民民主党結成に参加しなかったメンバーが立憲民主党に合流すると立憲民主党所属議員ら約三十人による 勢力となり、他のグループで合宿が相次ぐ夏には合宿を行わず、秋に会合を開くことが報じられた。2020年の立憲民主党と国民民主党との合流協議では、透明、基本政策、役員人事などで情報しないを得たのに働きかけ、執行部を建成した。9月の代表選では8月28日にグループから26人分の署名を添えて、 枝野に指示を伝達した。9月8日の会合では、出席した枝野が、立憲の立ち上げも三口ありの皆さんがいたからこそ、大躍進が実現できたと述べたのに対し、赤松が、やはり代表選で、なんとか勝ったでは、枝野氏も自信を持って前に進めることができない。少なくとも149票のうち、3桁になる数を取らないと、 本当の意味で勝ったことにはならないと述べた。9月10日、党開票結果、枝野幸男が107票を獲得し勝利して、新立憲民主党代表に就任した。代表選前後の報道では、規模は党内最大、勢力は35人と報じられた。江崎隆のブログでは、主なメンバーとして、グループ代表の赤松博隆のほか小石安シ海ズマ、江田万里、 大阪政治、山花育夫の名前が挙げられている。また、大阪の他に、佐々木隆弘、横光勝彦、大河原正子ら数名は、同じ立憲民主党のグループである、ングループと、掛け持ちしている。衆議院議員、元衆議院議員、元参議院議員。ありがとうございます。